僕には中学2年生から3年生にかけて、いわゆる彼女というものが存在したことがある。彼女の名前は綾井ゆめ。父が再婚して義理の母の連れ子と顔を合わせた時、メルナンパタドゥンネタナソルインルナンカンバドゥンネタナソルアレマラジャーレマラゴンデルパダムヤブマラ